どうも和田まんじゅうです。まんじゅうサンキューやん尾形さん手もまんじゅうにしてましたけど。ネルソンズ和田まんじゅう、ここから聞く方を探しに行こうかな。いや無理よ、街ブラもしたことないのに。そのロケがそのいきなりホームレスっていうのがちょっと、まあ、続けホームレスですね。いやそうですよ。喋ったことはありますか？あるわけないじゃないですか非常に怖いです本当今。いやマジで、はい、確かに定調に、ね、朝早すぎますって。3時ですよ。早っ。あ3時大体この時間から活動を始められるそうなんですよ。あそうなんですか。ホームレスの方朝早いんですよ。まずは取材させていただけるホームレスを探す。うわー怖ー、めっちゃ嫌なんだけど。近くはいてください本当に。いや本当に人へのインタビューも嫌がる怖えやつですからね。あやだ最初は。そういないないないでほしい。いや本当無一文になる可能性あるんすか。いやそうっすよね。いっぱい見てきてますね劇場で。こう落ちてきた。うわっ寝ついた。もう嫌だわそんでかねずに。そんなビビることじゃない。うわっ寝ついた。ちょっともう嫌だわ。ドラえもんか。ドラえもん。ドラえもんの驚き方。帰りてドラえもんやったんやまんじゅうって寝ずみだ。どうやって聞けばいいの。ドラえもんや。あこんにちは、あのかまいたちの番組で。知らんって。あかまいたちの番組でちょっとお話聞いてもよろしいですか。いやいいですか。結構です。あダメですか、すいません。こんにちは、今お話聞いても大丈夫ですか。顔も映っても大丈夫ですか。え映しても大丈夫ですか。あいいですか。あこんにちは、あの和田まんじゅうと申しまして芸人やっておりまして、うん、父さんはこの辺にお住まわれている方ですか。あかわいいね。かわいいですね。あかわいいお住まいはどちらに。かわいいワンちゃんの方に。動物好きカメラマンが。お住まいはどちらなんですか今。茨城。茨城から来てるんですか、うん、上野に。かわいい。ああまんじゅうに言ってる。やっぱ怖いですよ。いやこんなんマジで無理です、聞けないです。いや本当にていうかそのなんか絶対助けてください何かあったら。助けます。すっごい遠く言いますけどお前ビビーズだよネズミにも死ぬほどビビってたよ。取材させていただけるホームレスを探すも。かまいたちの番組なんいいですか、すいません。あダメですか、すいません。時間かかるんですか。ことごとく取材 NG 早いもん。テレビとかそのカメラとかっていうのの真逆にいる人なんでその怖いですもん。まあ興味ないよな。もちろんあるかもしれない。いやないですよ。俺であのいきなり顔とか映してたんでその体の方向とかそれだけやめましょう。気になるな、それは確かに。このカメラを僕だけ撮っててください。その人を映しちゃうとちょっと警戒しちゃうんで、すいませんお願いします。ガチやな。探し続けること40分。こんにちは。あ、ちょっとあのカメラ向けないでください。カメラ向けない。なんで注意せな向けてば。アホなスタッフ言ってるな。今言ったとこやな。言ったばっかりや。グーンでも。かまいたちの番組で、うんうんうん、はい、あのちょっと今取材してまして、大丈夫ですか今お話聞いても。あ本当ですか。でカメラでちょっと撮っても大丈夫ですか。いいです。あ大丈夫です。まんじゅうはやっぱこう丁寧に行きたいのに急に向けんなっつってね、はい、ありがとうございます、すいません。大丈夫です。向けないで向けないで。優しい方です。ありがとうございます。すいません、あの僕芸人やっております、あの和田まんじゅうと申しまして。あそうなの。はい、ほらテレビ見てないから。あそうです、そうですよね。ギャグとかちょっと。あじゃあこのギャグ見たら分かるかもしんないです。まんじゅう、やらせないマジで。
ちゃいい人や。すいません。テレビで放送されますけど大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。うわ嬉しいです。わよかった。ずっと今声かけてまして、いろんな方に。もう皆さんダメで。はい。取材を承諾してくれたのは、ホームレス歴およそ15年の今井さん66歳。この後ホームレス今井さんの一日に密着。YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニータチを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。